フラウィウス・朝の皇帝たち肖像が掘られた金貨、フラウィウス・朝は、西暦69年から96年まで続いた、ローマ帝国の王朝。その名は皇帝たちの属したフラウィウスの種族名から、ウェスパシアヌス、ティトス、ドミティアヌスの3人が属する。ドミティアヌス没後、帝位には、ネルーアがつき、ローマは五賢帝時代を迎える。ウェスパシアヌスは、クラウリウス帝に見出され、 ブリタニア遠征などに従軍し、有能な軍人として知られていたが、ローマの中流階級の出身で、ネロ死後の行位争奪戦の中で、行位継承の候補者とはみなされていなかった。しかし68年にネロが定位を追われ、自殺1年で皇帝が3度も変わる事態となった。立て続けの政変に国家は混乱を起きたすようになり、人々は有能な政治家、 安定した政権を望むようになり、これが軍隊の指示を得て、勝つと外れのない堅実な政策を取ると思われた、ウェスパシアヌスが行為につくきっかけとなった。ローマが混乱していた当時、ウェスパシアヌスは、ネロの命によりユダヤ戦争の平定を命じられており、これを終わらせることによって、実力をつけ、シリア族州総督、ガイウスリキニウスムキアヌス、息子のティツスなどの補佐もあって、 ローマに入り、政権を取った。フラビウス・朝は、ローマ皇帝が従来権威の由来としていた、アウグストゥスの血統とは無縁であったが、混乱の後のウェスパシアヌスの統治は、ローマ市民に歓迎された。ウェスパシアヌスの死後は、長男のティトゥスが、行為につき、市民からの評判は良かったが、病に倒れ、知性はわずか2年と短かった。 続いて、次男のドミティアヌスが皇帝となるも、やがて公然と元老院などと敵対するようになり、財政においても、失勢を重ねたため、支持を失い、最終的に暗殺された。ティトゥス及びドミティアヌスの子はすべて溶接しており、これをもってフラウィウス・アサは断絶した。その後、フラウィウス・アサの血統は、ウェスパシアヌスの兄ティトゥス・フラウィウス・サビヌス2世の孫の一人、 ティトゥス・フラウィウス・クレメンスが、ウェスパシアヌスの孫娘との間に4男3女を、儲けていたことで存続した。息子2人はそれぞれ、ウェスパシアヌス、ドミティアヌスと名乗ったが、子を残さずに死去した。別の息子で三男に、ティトゥス・フラウィウス・ティティアヌスがおり、その息子が、ティトゥス・フラウィウス、クラウディウス・スルピキアヌスである。スルピキアヌスには、以下の子女がいる。スルピキアヌスは、 ペルティナクス暗殺後の定位競売に参加したが、リディウスユリアヌスに敗れた。以上のように、フラビウス・アサの血統は少なくとも、ドミティアヌスの暗殺から約120年後の3世紀、初めまで続いた。ウェスパシアヌス・キトゥス・ドミティアヌス、ありがとうございます。